こうしてこう、あー持っちゃうか。僕とドンピシャさんのあの、はい、ニコニコ時代の、はい、COD 見てたんすよね。まあ、あのまさにあの世代なんで、あの、あ、はい、あの世代ですか。あの世代です、僕。いや、そうですよね、やっぱ絶対そうだよな。でも本当初めましてなんですよね。本当に初めましてですね。本当に初めましてなの。フォローももしかして、え、それぐらいにしてたのかなっていう、うん、いや可能性マジであるっすね、うん、あ、じゃあもう本当に前からのあれなんですね。そうっすよ。もうなんかね、今で言うともう、こうゲーム実況みたいなのがね当たり前になってますけど、あの頃、はいはい、やってる人が本当にもう少なくて、うん、限られてたっすね。そうですよね、ニコニコ動画でっていうと。ギアさんもフォローしたの、多分オーバーウォッチのあの頃らへんなのかな、どうなんですかね。なんかその頃からまあ、はいはい、見てたような気がするんで。マジっすか、あったなオーバーウォッチ。忘れられてる。最近もあるってオーバーウォッチあったな。マスター言ってただろう。消されてる な, なんかそんなゲームあったな。大会にちょっと出たんすよ。はいはいはい、カジュアル大会。あ、はいはい、なるほど。めちゃくちゃ強い人たちできて、うん、おー、カジュアルなのに、そう、聞いてたのと違うじゃないかみたいな。そうですね、まあまあまあ、俺らもなんかあの元プロみたいな、そのデッドネタの、あー、なるほど、昔のメンバーで出たんであれなんですけど、はい、めちゃくちゃ強くてボコられて終わったっす。あ、そっからやってないっと、そっからやってない、そっからやってない。あれ右来ちゃって、終わった、右終わったけど、あ、ごめんなさい。ワンチャン起こした。割れてる。やってた、ホライゾンやり。ナイスナイスナイス。ナイスレッパーすぎる、これ。ナイス。やったけど、うわー、おー、マジであの距離。今度、筋肉触らせてください。やべえだろうな、筋肉。いやー、いや、そんなことないです、ほんと。もう。あの、何、どう鍛えてるんですか？まあ、普通にあの、ジムに通ってる感じなんですけど、いやでもなんか知り合いがもうなんか、はいはい、もっとすごい人がいっぱいいるんで。なるほど。もう僕なんか囲まれてんですね。ミジンコもミジンコですね。その中でもミジンコ。え、ジムどれぐらい通ってんすか？僕週3、4なんですけど。え、結構行ってますね。やば。え、それを何年もって感じですか？僕で4年5年目。いや、やべえ。いや、やば。そりゃあなるわ。すげえ。週3、4はやばい。全然僕ちっちゃい方です。いやいやいや。知り合いの中で言うと、もう一番はもうプロがいるんで、結構何人か。あ、本当にガチ。プロのビルダーの方がいるんで、なんかもう。ああ、なるほど。全然この ゲーム内に出ても遜色ないぐらいの。一番得意な筋トレなんすか？あ、でも、腕が強いのかな？腕が強い。なんか人間、その本当人それぞれ得意部位みたいなのが遺伝的に決まってるんですよね。え、そんなあるある、あります、あります。この人は足が強いみたいな、骨格とかあと遺伝子的に結構決まってるんですよ。で、僕の場合は腕が強くて異常に、逆にここが弱いみたいな、背中がちょっと弱いみたいな。だからそう、人によって結構違うんですよね。へえ、面白。ボディービルダーとかもやっぱそういうのが結構しっかり現れてるんで、はい、この選手は背中が強いんだけど胸が弱いみたいな、でもその中でどういう風にこう大きく見せるかみたいなポージングとか、深い。そう、結構深いんですよ、めちゃくちゃ深いんですよ、深い。それはそんな話初めて聞いた。全部強い人はいないんですね、やっぱ。全部強い人はまあめったにないですね。パーフェクトヒューマン、パーフェクト、まあ、でもたまに本当にもう遺伝的にすごい人はたまにいます。本当に室伏とか、ああ室伏さんみたいな。あ, あれは筋肉っていうよりはもうなんか運動神経とかなんかそっちがすごいみたいな。だから多分皆さんも絶対何かしらあるんですよ、ここが強いっていう筋肉が。俺はもう身長でしょ多分。筋肉する。他もポンコツっすよ。ああそうだそうだ、僕昨日ちょっと あの番組があって、秋葉のソフマップでちょっとお仕事したんですけど、はいはいはい、でそこでなんか絵馬みたいのを書いたんですよ、はい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 、目標みたいな、みんなで、はいはい、結構著名人というかストリーマーの方もみんな書いてて、はいはい、ね、目標今年は大会優勝するぞみたいな、そういうのみんな書いてたんですけど、うんうんうん、でそこにギアさんのが書いてあって、うん、なんか俺は日本になるみたいな、日本一になるみたいな、いや日本になるって書いてあったのかな、
日本に日本にだよ。でけえ。あそこの絵馬、うん、結構昔からすって、うん、あはい、願い事叶うって結構有名なんすよ、うん、はいはい。俺なんか最初岩手になりたいって書いてあるんですね。俺地元岩手なんですけど人じゃねえ人じゃねえ岩手文化大使みたいな、はい、ああなるほど。じゃあ次日本になりたいって書いたら何になるかなと思って、なるほどな、書いたんですけど、はい、いやだから、ま、だなんどう何を言ってるんだろうこの人はって思って日本になるって言われて、なんて今書いたんですか。そういえばクリスさん、僕は、ヘイロー流行ってくれっていう、ヘイロー流行ってくれなるほどね日本で流行るはずがないヘイロー流行らないっすね。流行らないっすね。この絵馬はあれっすよ、かな、かな、かないますか、はい、ちゃんとかなそうっすか。あり、パスやり、パスやり、ナイス。いやーマジやった、やった、やった、やった。あとラスト、ここラストっす、ここラストっす。わー惜しい、惜しい、ドバイス。まだこっち、こっちでペッパーいるっすよ。一人割った。おお、ミリミリ。ナイス。何人いるかちょっとわかんないっす。今バッテしてます。あ、一人ミリ。三人いる、三人いる、それは。はい。了解。上取りますね。上のパス割り。パスやり、パスやり。ナイス。僕の扉の前いる。はい。ニクス。ラストワン。僕ダウンしちゃダメだ。んー、ナイス。だだだだ。魚吹警戒。ナイス、ナイス。ナイス、ナイス。ナイス、ナイス。なんて疲れる戦闘なんだ。なんだこの戦闘は。やばこいつ、やばいやばいこいつ、やばい。え？え？動き、動き、こいつやばい。なんか入れてます。なんか、オッケー、開けてます、開けてます。ええ、なんか入ってきた。ええー、やばこいつ。え？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 なんで？なんで？なんで？視野いたのかな？いや視野いないぞ。視野いないぞ。このパーティー視野いないぞ。これこの。あ、チーターっすわ、俺。あ、チーターですね、これ。あ、これチーターですね。あ、久々に見たわ、チーター。あ、すごい。なんかもう今、アジア消す人がいないらしいんで、もう放置らしいんですよね。なるほどね。多分これもう一パもそうな気がするんですよね。俺もそう思うっす。あの、ずっとキルの僕流れてる。あ、やられた、でも。いや、いる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 。え、ま、え、マジ、なんで、え、なんでなんでなんで、出待ち、あ、やばい、いや、もうもう無理、行くしかないです、でもアンチに。マジで、マジでしょ。あ、一人やれそう。あ、だ、死んだ。あ、一人いました。そうだね、また別パ来てる。え、別パ来てるから、そこだ。よし、完璧じゃない今のフラグ。いや完璧すぎるんだけど。ナイス。今のフルパワーチーターがいすぎるんやこれ。Drinking too young.